さあ今日やっていくよ、みかん14日目。あ、まあ14日目じゃないんだけど、ちょっと一つね言っとかなきゃいけないことがあって、ワンちゃんの件うちのモモっていう、うちっていうか、まあ実家にいるんだけどね、まあトイプードルさんがいるんですよ。でね、まあ、なんとか今大丈夫みたいです。まあ大丈夫って言ってもちょっと体調が悪い、歩くだけでなんか痛い感じの声を、なんかキャン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 歩くだけでそういうみたいで、なんかどっかが痛めちゃってるのかわかんないんだけどね。でぐったりしてたみたいで、まあいろいろね動画でワンちゃんのことちょっと俺がねLINE いきなり来てびっくりしちゃってさ、でね実況乗っちゃったからさまあみんながなんか心配してねコメントくれてたで、くれてたでってくれてたんで、うん、なんかちょっとここで一言言っとかなきゃなと思って、一応まだ大丈夫ですが、昨日からまだ1日しか経ってないんで、ちょっとまあ元気とは言えないけどね。でも大丈夫、もう年なんでだよ、一応60?50 ぐらいだったかな。うん、まあでももう結構ねおばあちゃんになっちゃって、イワンちゃんの中では、うん、まあでもまだ今は大丈夫だから OK。記憶を失う前の俺がそんなことを、あ、これ見たことあるかも、はい、実は肉食系でいろんな女の子をメロメロにしてきたんですよ。例えばある夜リトさんは私を押さえつけて貪るように私の体を隅から隅まで、本当か、ええ、この体がはっきり覚えてます。リトさんの荒々しくもとろけるように優しい手つき私、生々しいよ。暑い夜を経験してから一人で寝るのが寂しくて毎晩体がうずいちゃうんです。暑い夜ってモモ、記憶喪失をいいことにデタラメ言うな。だよな、デタラメだよな。案外デタラメじゃないよね、でもこれモモ、半分は本当ですよ。リトさんのベッドにいるところ、ナナには見られちゃってますし。確かにはあ、はあ言ってるのは見たけど、ベッドではあ、はあ、ララはいいの、リトさんの記憶を取り戻すためなんです。まあちょっとは願望も入ってますけど、以前と同じ体験をすると記憶が蘇るっていうやつだな。だけどいくら記憶のためでもデタラメ教えたらダメだろ。仕方ないですね。他に何か記憶を取り戻す方法は、あ、記憶を取り戻すって言えば愛する人のキスだよね。キスで記憶が戻る？姉上、それは眠り姫が目覚めるやつだよ。リトも簡単に信じるな。おとぎ話か。まったく。来た。みんなしてリトで遊んで、でもリトもリトだよ。妹との思い出くらいは覚えてなさいよ。なんかみかんの、そう、ちょっと今思い出したんだけどよ。それもダークネスセカンドの13、4ぐらいでさ、なんかね髪の毛を下ろしてて、ね、結び上げてるシーンがあったんだよ。ちょっと俺そこにねちょっとドキッとしちゃって、もうなんか多分あったと思う、俺の勘違い、俺の妄想、幻想ではなければね、俺のなんか理想というかね、なんかなんていうの、フェチがなんか幻覚になって見えてなければあったはずなんだよ。みかんさん、みかんさん、今チャンスですよ。何のこと？今のリトさんはいわば何も書かれていない白紙。頑張れば今まで以上に仲良くなれますよ。兄弟以上に親密な関係にだって。このルートはあらぬ関係になってしまうのか。まさかまさか。そんなの。私は別にリトのことなんて。ミカン、どこ行くんだ？ちょっと散歩、すぐ戻るから。ミカンのね、一つだけね、手こずるとこがあるんですよ。ただ手こだってば。別に防いとこなくても大丈夫なのに。実況者ならでも悩み。ミカンって打つとね、出ないんだ感じが。確か美しいこのね、カンって出ないんだよ、一緒に。だからいちいち美しいみかんって言って、かんって入れて登録すればいいんだけどね
俺も外を歩きたい気分だったんだよ。思わず追いかけてみたけど、なんか怒ってるみたいだな。怒ってるみかんもいい。ねえリト、本当に何も覚えてないの？ああごめん。ううん、リトのせいじゃないから。でもね、今までいろんなことがあったんだよ。迷子になった私を一生懸命探してくれたことも、神社で木から降りられなくなった猫を助けてくれたこともあった。そんな大切な思い出がリトの中から簡単に消えちゃったのはショックだったの。それでちょっと外を歩きたくなっただけよ。ミコン、妹にこんな悲しい顔させるなんて兄失格だな。悩まされるね、リトの言葉は。あれ、この公園を見たら一瞬だけど何か頭によぎったぞ。あ、ここって確か、なんかここで楽しいことがあったような。え、それどんなだったか覚えてる？誰かの笑顔が見れて楽しかった。よく覚えてないけど、その時見た誰かの笑顔がすごく嬉しくて楽しいって感じたのはなんとなく覚えてる。そっか、笑顔が嬉しくて楽しかった。そろそろ帰ろっか、みんな心配してると思うから。なんか笑顔が嬉しくて楽しかった、なんかすごい色、なんかなんて言うんだろう、散歩はいいのか、なんか矛盾じゃないんだけど同じ意味が重なり合ってる感じがする、うん、今までの思い出が全部なくなったわけじゃないって分かったから。だな、これならそのうち思い出せるかも。焦らないでもいいよ、私はずっとリトのそばにいるから。みかん、花澤さんの声だとなちょっと大人っぽく聞こえちゃうな。俺はなんだろう、このね、ミカのね、幼く見えないんだよね、俺にとっては。髪の毛もちょっとお姉さんっぽいし、でもね、ぺったんこだし。私はリトの。何？え、すごい意味深なことを残してたけど。ねえモモ、私たちいつまでここに隠れてるの？我慢してくださいお姉様、今二人がいいところなんですから。なんか声が聞こえたような。まさか、あ、やば、みかんと目が合った。あらら、バレちゃいましたね。まさか、ずっと見てたの？もう、罰として今日の晩御飯は3人で作ること。そんなことでいいの？ほーい。え、姉上は料理しないで。みかんさん、頑張ってくださいね。頑張るって、何を？さあ、わかんない。あ、さっき何か言いかけてなかったか？ああ、そんな大したことじゃないよ。わあ、これ、この言葉を聞くためにやってくれるとっぽいな。ほら、私たちも戻ろう。絶対そうだろ、これ。うわ、だって気になるもん。気になっちゃいますよね、あの言い換えた言葉。よっしゃ、もう一個行こう、もう一個行こう。廊下、何が起きるんだこれ。みんな一斉に扉開けたら扉ぶつかるし。せーの、バホッ。三つ一緒に開けたら、なんか男の子がもしもしってなってるけど、みかんの友達か？誰だ？はあ、もうどうしたんだ、みかんのやつ。色つきながら男の子を外に連れてったけど、はあ、家まで来るなんて。友達なら入ってもらえばよかったのに。友達じゃないよ、同級生だけど。告白してきたから断ったんだ。みかんはモテるね。モテるね。告白？あ、そうか、最近の小学生はすごいな。小学生で告白ってあんの？マジで？そうだよな。いや、ねえだろ。ねえだろ。え、告白なんて言葉、小学生知らねえだろ。知ってるか。なんかでもさ、中学校ぐらいまでは付き合うっていう感覚が分かんないよね、なんか。
ね、高校でも分かんなかった俺が言うのもなんなんだけど、なんかね、ねえ、そうじゃない？付き合うってなんだろうみたいな、好きってなんなんだろうみたいな、そんな感じでしょ？でも断ったってことは誰か他に好きなやつとかいるのか？なんてことを聞くんだ君は。なんで睨むんだよ。なんでもない。やっぱり記憶喪失になろうがなんだろうが、リトはリトなんだって再確認しただけ。付き合うならいざっていう時に頼りになる人がいいな。任せて任せて。俺じゃねえか。しっかりしてるからハードル高そうだな。ん、なんでもない。おっと、このルート意外といいんじゃねえか。この感じ、さっきまで晴れてたのに急に崩れたな。なになになに、なんかすごい不安になる。俺雷苦手なんだっけ。いや別に大丈夫だな。でもそわそわする。もしかしてみかんが雷苦手だったかも。そんな気がしてきた。ちょっと様子を見に行ってみるか。一緒に寝るフラグぞこれ。あ、リトやばい。インフィニットストラトスを思い出してしまった。シャルルートも雷が何だろうこの鉄板感。ザワさんは雷が苦手。もうみかんとかシャルじゃなくて中のザワさんが雷苦手なんじゃないか。みかんが抱きついてくるから部屋の中に戻ってきちまった。雷やっぱ苦手だったんだな。記憶が戻ったの？いや、ただ雷の音を聞いたらなんだか不安っていうか心配になってきて。そっか、だから廊下に出てきてくれたの？ああ、もう大丈夫だぞ。兄ちゃんがついてるからな。いざって時にここですよね。こういう時はちょっと待って、どうしてたんだっけ？もう一回聞かせて。戻ってセリフを確認しますよ。リト。わあ、いいこれ。このちょっと弱った感じ。前はその一緒に寝てくれた。そうか。そうだよな。じゃあ今日も一緒に寝ようか。そうか。じゃあ別に下心はないぞみんな。俺の選択は下心ないぞ。ほらほらほら、手をつなぐ。甘い。寝よう一緒に。これでいいのか。うん、昔と一緒。ごめんね、わがまま言って。気にすんな。まだ怖いか。うん、平気。ありがとう。やっぱりリトはリトだね。それにリトの隣にいると落ち着く。さっきまであんな怖かったのに眠くなってきちゃった。そっか、眠れるなら寝ちゃっていいぞ。まだ遠くの方で雷鳴ってるし。うん、ありがとう。おやすみリト。ちょっとこれヘッドホンで聞いてよみんな。これヘッドホン、イヤホンで聞いてね、ちゃんと。こよ。あ、何？びっくりしちゃった。なんだろう。なんかくすぐった。あ、リト、やめろ。出た。うまそうなマシュマロ。本当リトちゃんはねマシュマロ好きね。まさか。俺らのセリフを言ってくれたよみかん。あー、なんかちょっとリアルだなこれ。やだよ。なんかリアルだよ。こっちやだよ。リアル。なんかなんかって言いながら触るっていうね。ダメか、この辺は動かせない。もしかしたらこの辺がずらせるんじゃないか。そんなことねえか。ほれほれほれ。でもみかんはなんかどっちだ。いや、こっちだな。柔らかいな。すげえ笑い方した今。リト、何してんの。どこ触って。って寝てる。寝そうなのこれ。どこ触ってんの。やめ。何。このマイヒュマロ、ふにふにだ。ちょっと待って。これザワさんの神回だな。マシュマロじゃないってば。もう雷止んだみたいだし
もっと食べるぞ。話しなさいってば。なんで寝相でこんなことになってんの。本当だね。そろそろ怒るよ。あ、このアフレコ現場に行きてえぜ。マシュマロ、アフレコ現場に行きてえ。そうだ、モモさん、絶対モモさんのせいだ。前はこんなことなかったのに。だから離れてって。リトが止まらない。リトが止まらない。まさかこれ朝まで続くの。最高な回だなこれ。ちょっとどうしよう、みかんルートちょっといいぞ。あれ意外といいぞこれ。意外といいぞ。思ってたのと違うんだけど、俺の思ってたのと。なんかもうちょっと俺控えめかと思ったけど、結構がっつり来てるよ。はい、じゃあ次パート、みかんルート2。うん、何言ってんだ。みかんの2日目。いやもういいや、もういいや、なんか言うとおかしくなるから。はい、次のパートもよろしく。バイバイ。